マルカム4世は、スコットランド王。デイビッド1世の次男ハンティンドンハクヘンリーと、サリー伯爵ウィリアム・ド・アーレンの娘、エーダの長男。ウィリアム1世とハンティンドンハクデイビッドの2位。ザ・メイデンと呼ばれた。1153年に祖父が没した時、四次だった父が前年に死去していたために、マルカム4世は11歳で大いについた。即位早々に、 ノルウェー王、エーステイン2世が北東部のアバディーンを襲い、北部ハイランドの豪族たちが反旗を翻した。また、イングランド王ヘンリー2世は、デイビッド1世が奪ったイングランド北部の返還を要求し、マルカム4世はこれに屈して、1157年に、ハンティンドン白領と引き換えに、ノーサンバーランドカンバーランドウエストモーランドの3州、領有権を放棄した。 1159年には、ヘンリー2世のフランス・トゥールーズ白漁遠征に参加して、弟のウィリアムともどの騎士に助任されたが、三州の領主だったウィリアムは、ヘンリー2世の圧力で没収された恨みを忘れず、奪還に執念を燃やすことになる。マルカム4世のイングランドに対する態度を屈辱と、反発したスコットランド貴族たちは、南西部のギャロウェイなどで反乱を起こしたが、 成長した、マルカム4世は、反乱に立ち向かい、1160年から1164年に、かけて祖父が登用した、ノルマン人貴族に北部を討伐させ、ギャロウェイも併合して、豪族たちを制圧した。しかし、翌1165年に病を得て23歳で、没した。独身で子がなかったため、多いは、弟のウィリアム1世が継いだ。ありがとうございます。